こんにちは、フィーフィーです。北朝鮮は今食べるものが本当にない状況で、北朝鮮人民から不満の声が上がり始めました。えこれ北朝鮮では異例なことなんです、まあ。こうした状況に焦った金正恩総書記がミサイルを撃ちまくっています。え今年に入って北朝鮮のミサイル発射実験が激しくなっています。 これについては先日行われた北朝鮮の労働党の総会での新年の演説で金正恩総書記が今年は国防を強化していくと語っていましたでその言葉通り今北朝鮮の核開発は予想以上に速いペースで進んでいるというんですね昨年はミサイル発射実験に顔を出さなかったことから 金正恩氏の健康不安説も流れていましたが年明けからのこれまでのミサイル発射実験では再び金正恩氏が立ち会うようになったんですね。金正恩氏はミサイル兵器開発計画を出しているんですがその内容は今後北朝鮮で大陸間弾道ミサイルと極超音速ミサイルそして先日核兵器あとは弾道ミサイルを発射できる 潜水艦などこれらの兵器の開発を積極的に進めていこうという計画なんですね昨年の秋には北朝鮮で鉄道発射式の短距離ミサイルの実験も行われましたこのミサイルは探知することが難しいらしくて他国からの先制攻撃から切り抜けられるように設計されているというんです そして昨年の10月には北朝鮮で国防発展博覧会なるものも開催されましたでここでこれらの最新兵器が展示されたというんですね、まあ、このように北朝鮮は以前にも増して兵器の開発に積極的なんですそしてこうした流れの中で今年に入ってからもう4回も北朝鮮はミサイル実験を行っています まあそのうち2発は極超音速ミサイルだったと北朝鮮は発表していますでなぜこんなに最近になって北朝鮮がミサイルの発射実験を加速しているのかそれは国内外に金正恩体制の強権ぶりをアピールするためでもあるんですが最大の理由はアメリカとの交渉の機会を持つためなんですね え、ミサイルを撃てばアメリカにかまってもらえる。そしてアメリカを交渉の場に引き出せると思っているのでしょう。まあ、実際にトランプ前大統領と金正恩氏との会談が実現したこともあったので、金正恩氏は再びアメリカが北朝鮮との交渉に乗ってくれると信じているんです。ただ、シンガポールで行われたアメリカと北朝鮮との交渉にしても、 あれ結局は平行線のまま終わってしまって北朝鮮の要求が受け入れられることはなかったわけですね。まあ当然ですよね。北朝鮮が核開発を放棄しないままでの北朝鮮への経済制裁が解除されることなんてありません。しかも今のアメリカの大統領であるバイデン氏はもともと北朝鮮に対しては厳しいことで知られていますから 北朝鮮がアメリカに構ってほしくてミサイルを撃ったところですぐに交渉に応じることは考えにくいわけです今回の北朝鮮のミサイル発射についてはアメリカのブリンケン国務長官も北朝鮮は注意を引こうとして実験を行ったのだろうと話していますあとはアメリカは最近北朝鮮に対して追加で制裁もするという発表もしていたので 今回4回目のミサイル発射についてアメリカはこの制裁に対する北朝鮮の反発だと見ているそうです。こうして北朝鮮が相次いでミサイル発射をしたことについて国連の安全保障理事会は対応を協議するために緊急会合を開いたんですね。アメリカと日本は共同で声明も発表していて北朝鮮を非難しました。またそれとは別で アンポリ理事国の7カ国に日本を加えた8カ国が北朝鮮を非難する声明も出しています。ただ、アメリカが北朝鮮に追加で制裁をするように提案はしているんですが、この制裁を国連が実行するのはハードルが高いんですね。それは中国とロシアが北朝鮮への追加制裁に反対しているからなんです。 むしろ中国とロシアは北朝鮮への経済制裁を緩めるべきというスタンスなんですね。国連で北朝鮮への追加制裁を発動するには、安保理決議で作られた北朝鮮制裁委員会の同意を得る必要があるんですが、ここには常任理事国でこの委員会のメンバーでもある中国とロシアがいるので、追加制裁の発動が阻まれているんですね。 それにしても、1回あたり何億円もの費用がかかるミサイル実験を経済がとんでもなく悪い北朝鮮が、この2週間で4回も行っているわけですが、実は北朝鮮にミサイル実験をしている余裕なんてないんです。しかも、こうしてミサイルを撃っても、アメリカは一向に振り向いてはくれません。 国際社会はそれどころではないから北朝鮮のミサイルによる挑発にも反応は鈍いんですね。コロナのこともありますが特にアメリカにとっては今北朝鮮のことよりも中国やロシアが最優先なんです。ただもう本当に北朝鮮に余裕はありません。 え北京オリンピックの参加を辞退したことからもわかるように、まず北朝鮮はコロナ対策で行き詰まっていますし、何よりコロナ禍で経済がとんでもなく悪くなっていて、そして北朝鮮国内がこれまでにもないほどの食糧難に陥っているんです。えまずは北朝鮮の経済状況が 今どれくらい悪いのかですが北朝鮮は主に中国との貿易で経済が支えられてきているんですがこれがコロナの影響で大変なことになっています北朝鮮と中国との過去1年間の貿易総額はコロナの前の3年前と比べてなんと9割近くも減少したといいます北朝鮮は医療体制もしっかりはしていませんし またコロナのワクチンもまだ入手はできていないので国内でコロナが蔓延すれば大変なことになるんですよねそのためにこの2年間コロナ対策として中国との国境をずっと北朝鮮は封鎖しているんですそのために北朝鮮の経済が大きなダメージを受けてしまったんです ただ中国は今年の1月17日に北朝鮮との間で貨物列車の運行を再開させたことを明らかにしていますどうやら中国側から医療品や生活必需品などが緊急に北朝鮮へ輸送されたようなんですね今のところこの貨物列車を中国は毎日運行させる予定だそうですというのも それほどまでに北朝鮮の国内の状況がやばいからなんですね。北朝鮮では今深刻な食糧難に陥っていて北朝鮮の人民の生活が限界に達しているというんです。何よりも食べ物が不足していて食料品が売っていてもその値段が高すぎて庶民はとてもじゃないけど買えないんですね。しかももその食料と言っても トウモロコシやジャガイモなんです。そのようなものしかも一般的には売っていない状況だそうです。政府は若者や学生を工場や農園などの生産現場に送り込ませて強制的に働かせるもその成果は少ないと言います。しかもそこで働く若者たちもほとんど食べられない中で労働を強いられていると言います。悲惨ですよね。 北朝鮮の人民の一般的な食事ではもう白いご飯が主食ではないんです。トウモロコシを炊いたトウモロコシご飯が普通なんです。しかしもうこれを食べることすらできないほどの状況にまで北朝鮮の人民は追い込まれています。木の皮や雑草を煮て食べる北朝鮮人民が多くいるといいます。まあ、それこそ食べるものが何もなくて 亡くなっていいる人も多いというんですねこうした食糧難は1996年にも北朝鮮で起きていますこの時も多くの人民が亡くなっていますその数,数数十万人から数百万人とも言われていますが今の北朝鮮はその時よりも深刻な状況と言います一体今どれだけの人が北朝鮮では飢えによって亡くなっているのでしょうか 北朝鮮では立場が偉いとされていて政府から優遇してもらえる退役軍人ですら生活が困窮していて空に困って政府の庁舎前で抗議集会も行ったという情報もあります北朝鮮で抗議活動をするなんて命の危険もあるほどのことなのにそれを覚悟で政府に対して声を上げているわけですもういかに今北朝鮮の人民たちが 生きるか死ぬかというかもうこのままではどうせ上で死んでしまうというほどの状況に置かれているのかがわかりますよね。首都平壌のマンションの壁には金正恩の犬野郎のせいで人民が亡くなっていると体制を批判する落書きが発見されてこれが北朝鮮国内で大問題にもなったそうです。将軍様を罵るなんて これれままででは考えられません。まあ、こうしてお話ししてきたように北朝鮮の国内の情勢はとても悪くてあの金正恩総書記に忠誠心を誓っていた人民ですら不満が高まっているところにまで来ているわけですね。だから金正恩氏は焦っているんです。なんとしてでも制裁を解除してもらいたいんです。 またミサイルを発射して北朝鮮人民にも強権ぶりをアピールしているわけですただどれだけミサイルを撃ったところで成果があるとは思いません北朝鮮の情勢は今後さらに悪化するでしょうさてここまでお話ししてきましたが皆さんはどう感じになりましたかコメント欄にどんどんご意見をお寄せくださいそしてフィーフィーチャンネルの登録も お願いします。